ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、ちょっとね、面白いものを見つけちゃって、ついついポチッと買ってしまったっていう話なんですけども、普段ですね、今シーズンずっと着てきたのがこの腰紐を締めてっていう風で着物を着た方がいいですよっていう話しました。で、腰紐、まあこれちょっと今帯じゃねえや、このなんだ、マジックテープのタイプのやつを今してるんですけども、まあ、この下に本来だと腰紐がこう縛られてるわけですけども、これね、腰紐ってね、まあ、布なんですよね。なので基本的にこう最初は綺麗に締めてもキュッと曲げたりするとこうキュッと縮んじゃうんですね。ちょっと実際つけてみます。ちょっと下を何も着てないんで、はだけると大変で取り直しになっちゃうんであれなんですけど、よいしょ、こんな感じでちょっとで、こうですね、これをきれいに回して、で締めます。まあ、本来ね、こういう感じで私今シーズンずっと着てました。ほっ、こうですね。で、最初は確かにね、こうやって幅広になってるからいいんですけども、例えばね、これこうしゃがんだりすると動いたりするとどうしてもこう狭まっちゃうんですね、幅が。見えますかね、幅が狭まっちゃうんですね。で、狭まっちゃうと結局こう、まあ私のボディのせいもあるんだと思うんですけど、食い込むわけですよ、ぐっと食い込んで、こう紐状になっちゃう。で、紐状になっちゃうと結構ね、帯の下でなんか痛いなという時もあったり、まあ緩くしちゃうとね、今度お着物の方がこうずれちゃうんで、どうしてもちょっときつめにするんで、でまあ、布なんでこう伸縮性がないので、どうしても緩みやすいというか、ね、サイズが合わないといけませんので、どうしてもきつめに締めちゃいます。そうするとこういう風にね、幅がこう狭くなって紐状になっちゃうと、しっかりは締まってるんですけども、体に食い込むような感じになります。そこでちょっとネットでいいもの見つけちゃいました。こういう腰紐っていうのがあります。これ何かっていうと、これよいしょ、これね、ゴムなんですね。ゴムで、まあ、こういう格好をしてるってことは、結局こう布だと一回こう曲がっちゃうと、もう元に戻すためにはこう手で伸ばさないと当然戻らないです。自動的に戻ることないので、布の場合は。でもゴムだと、たとえこう潰れてもね、こういう感じで潰されちゃってもやっぱりまだ元の幅に戻ろうとしてくれます。ってことは、これ実際つけててもこう一時はこうぐちゃってなりますけど、でもまた元に戻ってくれるんで平面になるんですね。そうするとずれにくいですし、痛くもない。これ最高なんじゃないと思ってちょっと買ってみました。はい、じゃあこれをね、代わりにつけていきたいと思います。でね、またね、こういう結び目っていうのもできないので、要はなんとなくこう平面のはずなのに、ここだけゴロッと感があるっていうのがなかったりなんでね、ものによってはね、人によってはですね、こういう結び目を作らずに、こう、なんていうんですかね、こういうふうに縛り込むだけにされてる方も見えます。ただね、これってね、緩むんです、やっぱり。なかなかね、グッとは止まってくれないので、どうしても緩みが出るので、私は縛っちゃいます。はい、まあその辺はね、いろいろやり方はあるかなと思います。ちょっとこれつけてみたいと思います。で、つけるにあたってですね、これはこういうふうにこの鍵の部分がこう入って
止まるようになってますので、くるっと回せばいいのかなという感じです。はい、ちょっと事故が起きないように気をつけてやっていきたいと思います。これはい、いらないということで、ちょっと整えて、まあ、後ろから回すだけですかね。よいしょ、後ろから回してこんだけ、もう一瞬です。一瞬でもう腰紐が締まった状態になりますんで、な感じでどうでしょうって感じです。ちょっとまだ緩いのかな、これだと。緩い場合はですね、2周させて、これ今1周ぐるっと回しただけなんですけども、前から後ろ、後ろから前に回して止めてもらうと、もうちょっときつくなります。ただね、この長さではいけませんので、これもね、長さ調整がちょっと紐のはだけないようにしたいと思います。長さ調整がここでできます。ここの部分ですね、これをどっちだったっけ、こうか、こう折るとピューッと走れますので長くできます。で、折ってこれでロックですね。で、こういう感じだとどうだろう、私でも2周ぐらい回るのかな。ちょっと一回やってみますね。これで表から回してぐるっと回って、ここで締めると、うん、そうするともうかなりしっかり締まりましたし、で、また曲げてもまた元に戻る、そうですよね、ぐっと曲げてもまた平面に戻ってくれますんで、食い込むことないですよね。後ろもこんな感じになります。でね、またね、色もね、ちょっとこれ黒っぽい色が、黒でできてるんで、こういう紺色の服だとか帯を、ちょっと暗めの帯とかだとね、なんかピロッと見えてもかっこ悪いので、こういう色のやつもあっていいんじゃないかなと思いました。はい、今日はですね、こういう、ゴム製の腰紐をちょっとご紹介させていただきました。これもね、私相変わらずお金もらってませんので、ご自由に検索していただいて買っていただければと思います。確か楽天かなんかで買った、楽天やったかな、アマゾンやったかな、しっかり覚えてないですけども、多分ゴム腰紐って売ればこういうのが出てくるはずですんで、その辺から検索していただければと思います。ロンロン和装チャンネルでした。今日のところはこんな感じになります。面白いなと思えば、いいねボタン、チャンネル登録、フォローお願いしたいと思います。またね、なんか、ネタありましたら、コメントいただければ助かるなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。